皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。今日も間違い探し遊んでいきます。さあ、今回こちらですね。基板ですかあれですよね。パソコンのデスクトップパソコンとか開けたら、ありますよね。さあ、行ってみましょう。スロット2のとこに何もない。そう、なるくん一回あれなんですよね。そのデスクトップパソコン、なんですかね。壊れ気味で、ちょっと開いてたらですね、中で爆発したんですよ。<laughs> ポンポンポンって。 お、ここに、これ何でしたコンデンサーでしたっけないですね。ちょうど目の前で、多分この、さっきのコンデンサーが爆発して花火が上がったんですよ。プチ花火が。すごかったですよ。ちょっとびっくりすぎてあれでしたけど、綺麗でしたね。花火。<laughs> さあ、お、この IC が長さが違う。あと二つ、あ、ここにシールが貼ってない。片番ですかね。えー、っと、あと一個。さあ、どこ あこのの丸いいがないよーし、正解と。ということで、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもたくさん動画お出ししてますので、よかったら、なるほど。てんチャンネルの再生リストから、たくさん動画ですね、ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。